イガさんのことが分かってきたんじゃないかということで、はい、ここからがタイガナイトの本題です。あ、こっからなの？アイドリング長い、長かったし、うどうしたらタイガさんは売れるのか、うん、知らないよそんな。なんでこんなみんなで考えなきゃいけないんだ。考えてくれよ。キャラとしてなんかこう立ってないというか、何ですか、なんかね、でもそう、うん、変じゃない、変じゃないってことですよ。だからもう完成されちゃってるんですよ。そうね、完成されちゃってる、うん、そう考えるとそのザコシさんとかってやっぱすごいよね。いや、すごい。、まあ、確かにすぐいじっていい人だなって分かるから、うん、そうですね、うん、回す人の格好じゃないよね。ザコシさん振ってなんかね、突っ込んでる人じゃないっていうのがもう全面に出てますね、サインというか ね、 確かにね、確かに見た目か、見た目から変えよう。ジャケット、ジャケットちょっと脱いだら変わります。ジャケット脱いでね、やっぱかっこいいもん、あの赤いジャケットは。かっこいい。ちょっと待って、かっこいい。ちょっと待って、さらにかっこよくなるよ。めちゃめちゃかっこいいな、それ。なんでこれついて生きて。いや、ちょっとかっこいい。いや、兄貴ってなんかこの人にいじられて。いやいや、ちょっと待って、かっこいいって言われてこんな嬉しくないの初めてだ。タイガさんをなんかリアクションの方に持ってってもなんか、いや怖くなっちゃうんですよ。ああそんな怖かったらだってあんな触れないじゃん。いや今すっげえ怖いっす。絶対嘘だよ。いや今すっげえ絶対嘘だよ。触れないじゃん。いや絶対嘘じゃん。でもやっぱこのメンバーでやっぱ、うん、例えばネットをかけるみたいなことあったらやっぱ多分いや春日と数交互になると思います。真ん中にいるのに。ということでタイガさんのリアクションを見るべく様々なグッズを用意。果たしてタイガさんのリアクションは怖いのか面白いのか。洗濯バサミとかやったことあります？洗濯バサミ、まあ、ライブの企画とかでもありますか？ライブの企画とかあったかな、わかんない、忘れたけど。でまず耳たぶからつけて、痛そう。あれこれ予約してないじゃないですか、マジで。マジの洗濯バサミかもな。嫌だな。あ、タイガさん、ちょっと待ってください、はい、今痛くないですか？痛くない。あ、そうか。痛い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 。外してください。もうもうもう、いや、本当にちゃんとイヤリングつけた人です。そっか、痛い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 。つけて、普通の顔でこうやってつけてるんだったから。イヤリングつけて家出る人。で耳たぶじゃないよね、だから。そうです、耳たぶは。でもほら口とか唇とかまぶたとか鼻とかね。いや、まぶたね、本当に痛いですよ。本当に痛いですか？本当は痛くない。お前ふざけんなよ。やめやめやめ。だから痛みに強いんだよ、喧嘩が強いから。いや違う違う違う。だってそうでしょ、武道とかやってたら。知ってるんだよね、痛みをね。だって本当に痛くないんだもん。だって。いやいやいや。じゃあ向いてね。じゃあ向いてね。全部そうだね。多分一番痛いんだから、それが。まぶたって春日さんこれ痛い？まぶたは痛いよ。やっぱ口、まあ、唇はそうですね。比較的痛くないかもしれない。ここ前出てまぶたにちゃんとつけて。まぶたが一番痛いよ。まぶた痛い。薄いし。うん、痛い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 。これ痛い、これは痛い。すげえ痛い、痛い痛い痛い。ちょ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 、痛い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 。あいちゃー。おいおい、今洗濯バサミだろ。全然いいじゃん。いい、全然いいじゃん。全然めっちゃストップしてるし。いいですか？ってことありました。見えた見えた。